はい、今日のご質問です。あなたはキリストの十字架によってモーセの立法は終わったと言われていますが、聖書のどこに書いてあるのか教えてください。こういうご質問です。はい、これはクリスチャンとモーセの立法の関係に関する質問ですね。いつものように三つ申し上げますね。一番目に、モーセの立法はそもそもイスラエルの民に与えられたもので。 クリスチャンに与えられたものではありませんで、モーセの立法の中にはさまざまな種類のものがあります例えばどのようにして神に従い神を喜ばせるかを教えたものがありますそれが十戒と言われるものですね十戒がその例ですまた二番目にどのようにして罪をあがない神に近づくのかを教えたものもあります 3番目さらにユダヤ人を違法人から隔離させるためのものもあります。例えば食物規定や衣服の規定ですね。でこれらの立法は今日のクリスチャンに適用されるものではありません。2番目にイエスが十字架上で死んだ時モーセの立法は無効になりました。それを教えている新約聖書の聖句がいくつかあります。そそれを今日はそのまま 読んでご紹介したいいと思います例えばローマ10の4「キリストが立法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです」。ガラテア3の24から25「こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました」。私たたちが信仰によって義と認めめられるためなのですしかし信仰が現れた以上私たちはもはや養育係の 元にはいませんつまり立法の下にはもういないということです。エペソ2の14から15の A キリストこそ私たちの平和であり2つのものを1つにし隔ての壁を打ち壊しご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とはさまざまな規定から成り立っている戒めの立法なのです。ここではは法というのの隔ての壁なんだ 敵意なんだ。これは今もう廃棄されたと教えています。ですから、新約聖書は、猛セの立法は無効になったと教えているんですね。3番目に、では、クリスチャンはどう生きればいいか。クリスチャンには、キリストの立法が与えられています。ガラテア6-2にはこうあります。互いの重荷を追い合い、そのようにして、キリストの立法を全うしなさい。キリストの立法を要約すると、これは、 神を愛することそして隣人を愛することこのことに要約できますこの二つが実行できたら私たちは罪を犯すことも隣人を傷つけることもなくなります注意すべきはモーセの立法が命じていたのと同じ内容がキリストの立法でも再度登場しているということです例えば十戒のうちの9つまでキリストの立法で繰り返されているんです 消えているのは安息日の命令だけなんです。そのためあたかもモーセの立法が今も有効であるかのように感じますがそうではありません。モーセの立法は分割不可能な集合体なんです。一つが終われば全てが終わっているんです。そして新しくキリストの立法によって愛することを私たちは命じられている。結論はモーセの立法はクリスチャンには適用されません。 これで,す、ね、ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございます。